圭介のソングス&ドックス、週末はミュージシャン。はい、ソングス&ドックス117回目になりますかね。先週に続きまして焚き火と海をテーマにしてますが、若干違うところにおりまして、この焚き火とですね、私と海の位置関係が非常に難しいと。さあ焚き火を、バックというかその向こうには飯豊連峰っていうんですかね、飯豊っていうのは飯に豊かって書く飯豊ですね、山形あっちの方になりますよね、の日本海側ってことになりますが、非常に海の向こうの山なので映ってるかどうか分かりませんが、ここからは綺麗、肉眼では綺麗に見えております。もうちょっと天気がいいとね、曲にぴったりって感じになるなと思いますが、まずは、夕暮れですね。これはかつて一緒にやっていた火の間を通行人が通行しましたね。ちょっと勝手には使えないんでカットしていただきましたが、夕暮れというアグネス松本さんの曲をつけてくれたね、アグネス松本作曲、詩は私ですけど、夕暮れの大塚ウェルカムバックの、春のライブの時の映像ですかね、こちらで来ました。続いて春のイベントですが、お野菜バーベキューライブというのがありましてね、なんで私はこう前かがみなんで
なきゃいけないけど、普通に体を起こしてしまうとか面からはみ出しちゃってねうまくいかないということで、ちょっと変な姿勢ですが、お野菜バーベキューライブ、お野菜バーベキューライブなんですかね、芸人祭りというところに混ぜていただいてやってきました。なんていうか音が壮絶な、感じかもしれないけど、ちょっとまあ試写で見た感じでは聞くに耐えないというところまでは行ってなかったと思います。お野菜バーベキューライブの、約束、これはソングスタンドドックスの本当にテーマソングと言ってもいいんじゃないでしょうかね。犬と人生みたいなね、積極臭い歌ですけども、ではちょっと本当に壮絶な PA 状況でしたけど、まあ、あれはあれで面白いございました、お野菜バーベキューライブ約束、では約束という曲を、風は一月で夏を終わらせ、色紙埋もれる落ち葉の中を、犬と歩く僕も君も犬たちも、これからきっとお釣りを生きて、別れゆく山で暮らした日々のこと、どちらがどちらを送るやら、でもそれが多分寒さに見上げた星は降り、真っ白なあの道に足跡を刻み、犬と歩く僕も君も犬たちも、これからきっとお釣りを生きて、別れゆく街を歩いた日々のこと、風に吹かれた日々のこと、どちらがどちらを送るやら、でもそれが多分山で暮らした日々のこと、街を歩いた日々のこと、どちらがどちらを送るやら、でもそれが多分約束。
ありがとうございます。今週の3曲目ですが、海で収録をしてきた曲のうち、昔その3人組っていうのは今のアングレス松本さんの夕暮れという曲がありましたけども、マスピーさんというギターリストも曲を提供してくれてました。私が詞を書いてマスピーが曲をつけた、もう無理はしないという曲を、海でね、無理無理撮ってきました。まあ、ただ先週もお届けしましたけど、ちょっと私不安要素としては風の強い日の曲を読んで、まあ風の音がどれぐらい入ってるかっていうのとね、私自身は実は半袖かもしれないけど寒かったと、いい季節だったんですけど寒かったなという気がします。かなり無理をして、もう無理はしないという曲を撮っています。あれは八丈島によくキャンプに行ってた頃に生まれた歌だったような気がしますので、もうかれこれ20年ぐらい経つんでしょうか。昔の曲でありますが、今になってやっと分かってくるという曲です。ではもう無理はしないの海バージョンでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。Something